内ヶ崎作三郎4月8日から1947年2月4日は日本の政治家。衆議院議員を通算7期務めた。1877年、宮城県黒川郡と宮村に生まれた。第二高等学校を経て、東京帝国大学文科大学英文科を卒業。オックスフォード大学へ留学。帰国後、早稲田大学教授。百二十四年、 第15回衆議院議員総選挙に宮城4区から立候補して初当選。1929年、浜口内閣内務参与官に就任。1930年、第17回衆議院議員総選挙宮城1区から立候補して辞典。1932年、第18回衆議院議員総選挙当選。1937年5月、立憲民政党総務。 同年6月、第1次、この内閣文部政務次官に就任。1939年4月、立憲民政党幹事長に就任。1941年、衆議院副議長に就任。戦後、公職追放となり、追放中の1947年、69歳で死亡。成果は、内ヶ崎家の分家。内ヶ崎家の本家は、 酒造メーカー、内ヶ崎酒造店を1661年の創業以来代々経営してきた。第二高等学校在学中に栗原はじめに誘われ、アニーエス・ブゼルの英語の聖書講義に出席している。改造者から発行された雑誌、改造1925年6月号では、無産政党の決闘を見越して、直送選挙における無産政党の実勢力と、 その候補と題して46名の有識者からのアンケート調査を発表した。総大教授でもあった内ヶ崎は、同志同記事のアンケートに回答した有識者の一人で、あるが、アンケートの回答で、内ヶ崎は、知識階級は、規制政党の実勢力を過小視する、傾向あり。これは誤尾である。規制政党は、不完全でも、組織的伝統的の団体にして、 過去40年以上を費やしたる勢力である。無産政党は一挙にして、この権利をつくことができぬと明言している。内ヶ崎が予想したように普通選挙が実施されても、規制政党の圧倒的優位は、揺らぐことはなく、普通選挙による最初の総選挙である、第16回衆議院議員総選挙でも、無産政党の候補者は8名しか当選しなかった。 富谷小学校に教像が立っている。1940年には富谷村で後期2600年を記念して制定された村歌を作詞しており、富谷小学校では西成田小学校と統合されるまで村歌の全4番中1番と3番を抜粋して校歌としていた。成果は大規模改修され、観光施設、 富ビ塾観光交流ステーションとして2021年春にオープンする。観光施設内には内ヶ崎の記念館が設けられる。ありがとうございます。